自分に合った感度の見つけ方ってありますか？なんかね、僕本当にこれそれね、聞かれるために一生同じこと言ってるんだけど、そんなものはないからいいから、感度1個決めて一生やり続けたらっていう返事を毎度しております。理論上弱くない感度にして決め打ちで、あとそれを一生やるでいいんじゃないのって僕は思ってますね。僕とかはそうかな。まあでも個人差もあるかな。なんかまあ別に感度ちょこちょこ変えて上手い人は上手いし、ただまあやっぱ少数派だね、感度ちょこちょこ変えて上手い人ってのは。なんか上手い人の感度を真似て一生それやるでいいと思うな。昔から僕はそうかな。 FPS を始めて 2,3 ヶ月ぐらいした時点で、もう1週間ぐらいだ。なんなら僕負けず嫌いだからさ、とにかく最初はもちろんね、やるだけでめっちゃ楽しかったんだけど、でもやっぱ勝った時の方が楽しいし、負けると悔しいってのがあって、上手くなろうってなった時に、そうなりたいって思った瞬間にもう上手い人の設定全部真似て、デバイスも全部同じもの買ってっていうのをやった。ただ若き渋谷春少年がその時唯一一つだけミスったのは、知識が足りなすぎて、あの全部設定を同じにしたと思ったんだけど、マウスの DPI という存在を知らずにやってたため、設定を真似たつもりが実際の EDPI でいうと2倍か3倍の差があったっていう過去がありましたね。いや2倍か3倍で済むのかあれ。オーマイ、おおほうほう、DPI ってなんだよ。この頃とかね、なんかそういう情報まだそんななかったんですよね、今と違って。もうせっかく甘くない。